さんこんばんは。ジムノペティ第1番、フランス印象派の作品をお届けします。の最後まで丁寧に弾きましょう。フランス印象派の作品、絵や風景をイメージしてリラックスしながらゆったりと弾くことがポイントです。独譜に初見力は徐々に身につきます。とにかく自分で考えて曲をどう表現すればよいのか自分で考えて弾くことがピアノ上達への鍵にもなります。ピアノ演奏の基本から応用力、表現力まで楽しく学べます。ただいま秋の生徒募集中です。体験レッスンも随時受けたまっております。ご紹介、ご入会していただいた方には商品券のプレゼントもしております。笑顔に笑いがいつもたくさんございます。それではまた明日。バイバイ。